はい、じゃあ今回は、ニューエアさんで買った、普通のそのボーカルとかマイク用のウィンドジャマーを買いました。アマゾンさんで800円ぐらいかな、安いですね。よいしょ。でまあざくっとなんですけど、一眼レフとかのそのキャノンのマイクと違うので長さが短いです。でまあ言ったらこんな感じですね。ここがゴムになっててこういう感じで、でウィンドジャマー結構高いのとかもあるんですけど、確かに高いの性能はいいんですよ。いいんですけど、性能はいいというか、まあ生地がいいというのかなんかわかんないですけど、高いのもいいんですけど、うち個人的にはこれで十分かなっていう、まあ、会社で使うのもこれで十分かな、ね、っていう感じなんで、これでいこうかなと思います。で価格帯もほんとそんなに高くないんで、でまあよくなくすんですよ、邪魔。ね、邪魔めっちゃなくすんで、でまあそれであれですね、まあ買った次第でございます。でちょっと重さを測ってみましょう。まあ、重さって言ってもこんなのね、はい、10g です。はい、10g ですね。で大きさもまあちょうどあのマイクのヘッドに合うような感じで、直径でまあ9センチぐらいですかね。9センチ。縦横まあ9センチ9センチぐらいなもんです。で、これもまた使ってみて実際これで音のなんかどんな感じで撮れるのか撮れたかとかも、ちょっとまたレビューさせていただこうかなと思います。はい。そうですね。で、まあまた、使ってみてレビューさせていただこうかなと思います。で、チャンネル登録とかいいねボタン ありましたらぜひよろしくお願いします。あとなんかまた企画とかもなんかこんな企画やってもらいたいっていう企画ももうよっぽど激しいものとか法に触れるようなものとか倫理的にあれなもの以外はなるべくやろうかなと思うんで、コメントいただけるとありがたいです。はい、じゃあ次回はきっと一応ターキンが出てくれると思うんで、うちの金が出てくれると思うんで、ぜひまたよろしくお願いいたします。はい、では失礼します。